どうも、お酒は私の高山さんです。こんばんは。今日2020年11月30日。明日から12月ですね。いよいよ今年もあと1ヶ月ということで、はい、早いですね。金麦の新作飲んでみます。うまい。12月といえば忘年会ですよね。ただコロナ禍においてなかなか開催できないところも多いんじゃないでしょうか。うちの職場も多分ないですね。ない。ありません。はい。ということで、第三国志、忘年会ですね。昨年行われました。京都ですね。京都。私もね、参加させていただきましたが、やはりね、今年も第三国志の公式オフ会というのは、やっぱりこういう状況であるながら難しいということで、なかなかね、厳しい状況の中ではございますが、その中においてもね、今オンライン、ね、企画というのがやっぱりいろいろあって、で、まあ、オンライン飲み会だったり、ね、オンラインのまあ会議だったり研修だったり、世の中ね、まあ、Zoom とかね、そういうツールを使って、やってるということでございますけども、まあ、今回ね、第三国志もちょっとオンラインオフ会をやろうということで、12月2日、あさってですね、水曜日、20時より開催いたします。はい。とは言ってもね、いつもの私の、昨日やったようなね、第三国志ライブ配信、まさやの第三国志ライブ配信の延長みたいな形で、やるのでね、こう隠し張ってバーンってなんか大きいことをやるっていうわけではないんですけどもね、今回、運営の方から景品ご用意いただきました。5万5000円分のギフトカード。いただきまして計17名様に当たるということで、現在、シップの検査のツイッターアカウントおよびロビーアカウントで、募集中でございます。結構ね、集まってる企画も多いようでございますけれども、まだまだね、募集中です。12月1日23時59まで、募集しておりますので、ロトとかね、私が勝負50連、ね、やるんですけども、その何枚当たるか、星が何枚当たるか、そこら辺のね、数字系はちょっと伸びても大丈夫らしいんで、はい、今からでも遅くはないんで、はい、最大、Amazon ギフトカード1万円分、当たります。1万円でかいっすよ。ね、クリスマス、プレゼント、買えますよ、はい。倍率もそんな高くないと思うので、皆さん、ふるってご参加ください。そしてね、時間がある方は20時からぜひ、ご覧ください。今回のね、出演は私、マサン X、そして、疾風のケンさん。で、ゲームエイト攻略班のダパちゃんさんが正式に、参加が決まりました、ね。この3人でお送りしたいと思いますんで、よろしくお願いします。お酒飲める人はぜひ用意していただいて、はい、お願いします。はい。ということで、第三国志、いきましょう。ガチャ。そう。ガチャのね、変わったじゃないですか。エフェクト。ね、変わったんですけど、まだ、サバカを含めてね、勢力地報酬で、サバカがね、一応その、0点を当たったんですけど、普通のガチャでね、まだね、1枚も当たってないんですよ。なんか、演出2段構えなんですよ。バーンバーンみたいな感じでね、すごいかっこよくなってるので、早く引きたいなということで、ここはしっかり、あさってのね、オンラインオフ会のために、ちょっと、ずっとこう、貯めとこうと、運気を貯めとこうと思う。しかもなんですよ、これ、奇跡っすよね。諸国が、今夜解放ですね。今夜解放で、七国が、これはね、終了時、勢力時、上位7同盟なんで、何かを達成するわけじゃないんですよね。時間的なもので、天下体制が来るということなので、諸国が12月2日にはね、来るということでございますので、諸国、当てちゃいましょう。バタイとソンロハン、当てよ、50連で。当てちゃいます。さ、ハルポンがさ、当ててたよね、ガチャで。マジかと思って、俺の理想をやりやがった。しかも、軍長戦ってありますし、僕の本枠で持ってない、鎮球、加工と、もう熱い。熱いな。肩と脅威だけはいらない。はい。ということで、ちょっとね、50連、ちょっと楽しみにしてます。はい、よし。で、X090 でございます。まだなんかね、いろいろ関所が割って、なんかね、いろんな週間の関所割れたりしてるんですけど、なんか、まだ戦争起こってないのかな。でもなんかそろそろ来そうな感じでござんすね。
準備をしていかなきゃならない状況でございます。はい、ちょっとね、まあいろいろ私もね、この準備で大忙しでございましてね、オンラインオフ会とかね、あと対談企画もツイッターで言いましたけど大募集中です。誰でもいいです。もちろんテーマが何かあってちゃんと話せるんだったら何でもいいです。もちろんね、顔出し嫌だったら声だけでもいいですし、複数人での参加、例えばカップルで参加します、同盟の幹部で参加します。一応私ズームアップグレードしたんで最低100名まで同時参加できるので、もしねちょっと参加してみたいという方があったらご連絡ください。はい、対談動画ねめちゃめちゃ見ていただいてます。本当僕の動画ガチャか舞台紹介一番伸びるんですけど、それを超えるね伸びで、まあ本当で食器場とかね、まあ、女子会っていうのはね皆さんのすごい気になったテーマだと思うので、もうたくさんの方に見ていただきます。ありがとうございます。はい、ということで今一軍は盗賊ですね。盗賊、これは分解しますけど、あと一応オーソドックス盗賊できています。孫権後から編入したので、まあ今日40になるでしょうけど45、40って感じです。で今日話したいのはこれです。バイの力、これです。続報です。続報、バイの力。はい、ということで、ようやくレベル40になりました。レベル30までのレベリングきつかったね、やっぱり。やっぱり覚醒をしたとしても、高級兵士がね、やっぱできないということで、バイの力全く意味ないっていう、なんか弱い雪撃強行みたいな感じの、バイの力、全然使えなかったんですけど、まあ30になってから、しっかりとね、ダメージを出せるようになってからかなり安定して、レベリングができるようになりましたので、2軍というか、まあ、コスト 8.5 なんですよ。この軍師各人がコスト3でございますから 8.5 ということで、やっぱ強盗よりね、早いと思います。強盗、まあ、早々馬長長領なんですけども、強盗、ね、これコスト10じゃないですか。コスト10、ね、それに比べてやっぱり、ね、育成が早いし、まあ、それと同じポテンシャルを秘めてると思ってるので、非常にね、強力な、部隊として、ね、戦争始まったらすぐ送り出そうと思っております。はい。で、まあ、バイの力ね。言わずもいかないですけど、バイの力。自身及び、味方全体のバン兵が、敵軍複数に物理系攻撃をダメージ 200%。距離4で複数 2体ですね。当てるということで、各人が、バイの発動、場合発動すると、まず各人が2回攻撃します。2回攻撃とか2体攻撃します。そして、猛角と宿儀も2体攻撃すると。計6回攻撃するっていうことですね。今のレベルで大体、3人で7、8000ぐらいダメージ出るんですかね。7、8000ぐらいダメージ出ます。やばいっす。はい、で、今ね、まあ、このコンセプトは、やっぱり即効性ですね。強盗と一緒です。まあ、即効性ということで、この南蛮教襲ですね。南蛮教襲と、まあ、祝勇夫人の荷重商法でしたっけ。プラス、この先駆つけてますけど、先駆。先駆によって、まあ、前半にばっくり殴っていこう。バイの力とともに、ばっくり殴っていく感じでございます。はい。で、各人を、まあ、造兵ね。造兵が当たったんで、これがまあ、奇跡なんですけど、まあ、造兵にするかどうかっていうのは、ご意見がありまして、まあ、結局、南蛮教襲のね、指揮戦法の影響を受けないので、2V1 で外してしまうと、要はこの猛角の効果がね、各人に当たってしまうと無効化されてしまうので、まあ、回避無視、それとバフ、物理系攻撃バフ、これかからないっていうことで、ちょっともったいないんじゃないですかっていうご意見はありました。で、回復はするみたいですね。造兵の回復はするみたいです。まあ 2V1 だからね、まあ、宿儀に当てればいいっていう、宿儀に当てればいいっていうことなんで。まあ、この 2V1 に関しては、まあ、ちょっと迷うところなんですけども、まあ、造兵にしたらまあ回復するのと、やはり造兵の強みっていうのが、その式戦法影響を受けずということですね。まあ、ダメージ 10% ということなんですけども、要はこのバーイの力っていうのを確実に発動させたいんですよ。ね、ということで、半径の策とかそういうのからちょっとね、逃げたいっていう思いがあるので、やっぱりね、造兵に変えて対人戦はやっていこうかなとは思っております。はい。で、戦術とかね、そういうのも防げるし、ということで、
ね、でデバフとかそういうのも多分かからないと思うので、まあ、効果的にはそっちの方が大きいかなとは正直思いますね。造幣に切り替えていこうと思います。はい、で、先方もね、要はダメージに関しては本当バンイと宿友だけで十分な気がするんですよね。なんで、防御体制を強化するということで、盤陣とか半径とか戦術とか、まあ、そこら辺2つぐらいはねしっかりと積んで、あと構想、構想でダメージ出すって感じです。で、まあ、各陣牙なんで結構速度に振ってます。まあ、攻撃ぶりでも良かったんですけど、まあ、攻撃をちょっと増やすより、まあ、構想で、バンイの力の、まあ、仲間3人の総ダメージ、そっちの方がね構想で上げた方が、まあ、速度依存なのでね、そっちの方がまあ効果がでかいかなと思ってやっていこうと思います。で、まあ、今ヘイム情勢つけてますけど、ここは共有ですね。もう戦術とか、まあ、そういうの一切受けない、混乱とかね、そういうの一切受けずに確実に宿友が、まあ、3ターン内にダメージ出していくっていう方向性でやっていきたいと思います。で、今の状況でございますけれども、まあ、大体あの1ターン切るとかもあります。普通に1ターンで抜くっていうのやっぱありますよね。うん、強い。これ8土地ですね。8土地はこれ5ターンで終わってますけども、5ターンで2万6000ダメージということでございます。あの宿友のねダメージもやばい。宿友にかかった時に芋を書くのはで、それプラス過重症炎の追加も全部合わさったら、まあやばいっすよ。1人で 4,5 戦ぐらい普通に軽く出すから、それプラスバンイが1ターン目出すと、もう1ターン目1万 4,5 戦ぐらいダメージが出ちゃうっていうことで、やばい、バンイの力やばい。感じです。で、今日ちょっとレベル6上ジョークね、レベル9相当、レベル 9×2、ちょっと殴ってきましたけども、これもなかなか、ちょっと暴走食らうんですけど、名人があって副助にちょっと暴走食らっちゃうんですけど、まあ、まあまあいい感じで殴れてる。これはまあ8ターンまでかかったけど、まあ3万5000ぐらいダメージが出てるのかなということで、まあ、ダメージとおっしゃしね、その前半あのやっぱりダメージ出せなくても回復して、なおかつそこからねバンイの力さえ発動してくれれば、まあ、どんどんねダメージを蓄積することができるということで、まあ、連戦性能はちょっと怪しいかもしれないですけど、まあ、削りというかもう刈り取り部隊としてはまず強盗級に強いと、まあ、自分は思っております。レベル40でねこのダメージだからな。で、まだ高級兵士まで完全につけてませんし、まあ、理人つけてますけど、理人だっけ、理人ね、理人、ね、まあ、ちょっと今手動とか積んじゃってるので、これをね指揮戦とか変えることによって火力まだまだね、もうプラス22攻撃もできますし、いやまだまだすげえ火力出そうな気がしますので、ちょっと倍の力今回めちゃめちゃちょっと注目です。もしね、あの使って、いらっしゃる方、ぜひね、ご連絡いただければと思いますし、軍神に関してはね、今回、まあ、手帳幽閉のね、一番の魅力でございますから、こんな軍神強いよということでね、あの、名前も面白いですよ。名前も面白いんですけど、名前、命名選手権も最高なんですけど、あ、オフ会でね、オンラインオフ会で、ケンさんの自腹でね、軍師命名選手権やりますので、こちらのもぜひ、ね、ご参加ください。私もねちょっとあんまりやっちゃいけない、ちょっと下ネタ級のをねちょっとツイッターに出してしまって、ね、ちょっと怒られたんですけどでもあれってシステム化されてるんだよね。システム化されてるんで、なんかそういうの組み合わさるように意図的に作ってあるんだと思うんだよ。チンとかチンとかっていう文字をさ入れてるじゃん、ね、なんかね、そういうなんか入れて、なんかもうっていう形とかさ、そういうのもいろいろ入ってる。まあそれはもしかしたら本当名前があってその組み合わせにあるのかもしれない。絶対そういうの組み合わせになってるんだと思うね。運営の罠だこれ、運営の罠。はい、ということで、はい、ということで、ね、12月2日オンラインオフ会20時からお待ちしておりますんで、ぜひね皆さん、あ、応募もねぜひぜひたくさんよろしければやってください。はい、ということで、お酒は立ち上げてからマダサヤンでした。